今日は皆さんに少し短い時間ですけども、サイバーセキュリティの世界にご案内したいと思います。サイバーセキュリティ、これ実はサイバーセキュリティに関連している数字なんですけども、1年間に 69,284 回、何の数字だと思いますか？実はこれ我々の研究室で、観測をした結果なんですけども、インターネット上である番地、 IP アドレスと言いますけども、を一つ持っていると1年間に 69,284 回のサイバー攻撃が届きます。例えば皆さんのうちでインターネットにつなげていると思うんですけども、必ず一つ以上のその番地を持っているはずです。その番地にも、これほど7万回ぐらいのですね、攻撃が1年間届きます。1日でいうと約190回の攻撃が届いています。でもこういう数字、意外と実感が湧かないですよね。本当にそんなサイバー攻撃が毎日毎日来ているのかって、なかなかこれだけでは信じられないと思います。ですので僕たちの研究室では、このサイバー攻撃を観測して、そしてなるべく分かりやすい形で、誰にでも分かるような形で皆さんにお見せしようということをやっています。では早速ですけども、そのサイバー攻撃を見てみたいと思います。今ここに地球があるんですけども、ネットワークにつなぎます。今僕のこのラップトップパソコンが小金井にある研究所に、ニクターというシステムがあって、その本体に接続をしようとしています。もうすぐ接続します。はい、接続しました。これが今まさにこの瞬間に起こっているサイバー攻撃の様子です。一つ一つのロケット、これがサイバー攻撃に使われている通信なんですね。ご覧いただけるように、もうほぼヨーロッパは全土から来ていますね。で、今こう回ってきて、こうアメリカですね、アメリカも結構日本にこう攻撃をしているんですね。で、どんどん回っていくと、ここが日本ですね。そしてやはりアジア圏、中国であったり韓国、台湾からの通信、サイバー攻撃も非常にたくさん飛んできています。ちょっとこの統計情報を、ご覧いただきたいと思うんですけども、別のビューを見ます。はい、信長時代の地図に戻ってきたんですけども、はい、で一旦このパケット、この通信を止めますね。そうするとこのバー、2つのバー、赤いバーと青いバーが出てきたんですけども、赤いバーが攻撃を受信している数ですね。で、青いバーが攻撃をしている数です。で、今の瞬間でいうと、青いバー一番多いところは中国ですね。2番目がアメリカ、3番目がヨーロッパの、ここはドイツ、フランス、そしてこの辺りがロシアという形で、まあ、ほとんど世界中から、サイバー攻撃が飛んできています。じゃあ一体何がこのサイバー攻撃を出しているのか、我々日本に送ってきているのかという、そこがやはり疑問になるんですけども、それが実は皆さんもご存知だと思いますけども、世界中に感染を広げているコンピューターウイルスです。特にこのワームと呼ばれる形のコンピューターウイルスにパソコンが感染をすると、次の感染先を探すためにまた攻撃をインターネット上にばらまきます。でもちろんその攻撃が無作為に、例えばですね、学校であったり皆さんの家であったり、そして我々のシステムニクターにも届きます。で、このニクターという仕組みは実はインターネット上で使っていない番地を使っています。まあ、不思議な言い回しですけども、使っていないところを使っています。で、日本の中でいろんな組織があって、例えば大学とか企業とか、そういうところから少しずつ使っていない番地を借りて、我々今日本全国で21万の番地を観測しています。これ日本最大の観測規模を持っているものです。で、この観測をした結果、分析をします。そして分析をすると、その攻撃の仕方によってウイルスの種類が特定できます。そのウイルスの種類を特定している、それをご覧いただきます。これ先ほどの同じ絵なんですけども、今同じ絵の上で一つ一つのロケットの上に名前が出てきました。これが実はウイルスの名前なんですね。ちょっとどれか拡大してみましょうか。はい、もういっぱいすぎて、はい、今真ん中あたり、この辺りですね、この辺りにダウンワードアップ V という
という、ウイルスの名前が出てきたんですけども、実はこれ2008年に感染爆発を広げまして、そこからもう約5年経っているんですけども、いまだに感染が止まっていないんですね。で、こういった何か攻撃が飛んできた瞬間にそれを分析して、おそらくこのウイルスが原因だろうということを、推定をします。そしてそれをどんどん足し算をしていくと、これが今この瞬間のコンピューターウイルスが日本を狙っている、まあ、対極的な全体的なトレンドになるんですね。で、今まさにこの瞬間ですけども、 53% がそのダウンアダップ B というタイプの攻撃です。2番目がラハック W、 3番目がビールと B という形で、今まさに日本を襲っているコンピューターウイルスからの攻撃を自動的に分析をして、こういう全体的な傾向というのが分かります。それではこの全体的な傾向、このニクターによって分かりました。では次のステップとして、この全体的な傾向をどうやって皆さんの生活、あるいは皆さんの企業、自宅、そういったところのセキュリティに生かしていこうかということで、ここでやはり大規模な観測をして知り得た結果を、皆さんに警報、アラートという形でお知らせするということで、サイバー攻撃のアラートシステム、ダイダロスというものを作っています。このダイダロスも可視化エンジンを早速ご覧いただきたいと思います。はい、これがダイダロスです。今この真ん中に見えている球体、インターネットです。そしてインターネットからこの水星状のものがたくさん出ているんですけども、これがサイバー攻撃です。実は先ほどご覧いただいた世界地図上の可視化と、この可視化で使っているデータは全く同じものを使っています。可視化の面白いところで、切り口を変えると全く違うものに見えます。そしてこのインターネットの周りをリングがいくつも回っているんですけども、そのリングの一つ一つが組織、例えば大学であったり企業です。で、その大学や企業に僕たちのセンサー、観測をするための機器を置いていただいて、そこに来る攻撃というのをリアルタイムに見ています。ではですね、ちょっとどれか中を見ると、これ一つ一つが先ほどのロケットと同じものなので、こうやって中が見えるんですね。どこからどこに飛んでいっているかとか、そういったことが分かるんですけども、で少し俯瞰をしまして、今見るとですね、いくつかのそのリングに赤と黄色で K というマークが出ています。この K というのは警告という意味で、ここにアラートが出ているんですね。ではどれか、一つアラートを注目して見てみたいと思います。どれにしようかな、これにしましょうか。この8番の組織のアラートを見てみましょう。今この8番の組織の中に K という字が出ています。で、実はこの組織の中のこの水色の部分が使っているアドレス、実際にユーザーがつながっているアドレスなんですけども、ここにおかしなものがいますと。で、こう見るとちょっと上から見てみましょうか。分かりますか。実はこの組織の中の一つの番地から別の組織の使っていない番地に対して何らかの通信を発生させているんですね。で、普通にインターネットを使っていると、この使っていない番地に対して何か通信を出すということはまずありえないんですね。で、実はほとんどの場合、こういったものというのはウイルスに感染をしていて、その次の感染先を探すという行為をやっています。今その全体像を見てみましょうか。これぐらいの今パソコンたちが別の組織に対してこう攻撃を仕掛けていっている様子です。で、こういったおかしなパソコンや、まあ、おかしなサーバー、そういう機械がある組織に対して、僕たちのこのダイダロスというシステムは自動的にすぐにアラートを送りまして、で、そこのセキュリティの対策に役立てていってもらっているということをやっています。何かコンピューターゲームみたいでしょう。僕、皆さんの年代の頃は本当にコンピューターゲームが大好きで、毎日コンピューターゲームばかりやってたんですね。で、よく親にですね、コンピューターゲームばかりやってると本当にどんな大人になるかわからないよって言われたんですけど、大体こんな大人になります。はい、ではですね、実はまあこういったニクターダイダロスという大規模な観測網を使ったセキュリティの仕組みというのを我々作っているんですけども、次に今新たな脅威がインターネット上で出てきています。標的型攻撃といいます。で、先ほど見ていただいた攻撃というのは大規模にもう無作為にいろんなところを攻撃するというパターンのやり方だったんですけども、この標的型攻撃というのは実は標的を絞ります。特定の企業であったり、あるいは国の組織に対して標的を絞って、そこだけを
非常に必要に、例えば1年間であったり半年であったり長い間攻撃をして、で最終的には重要な情報、組織の中の重要な情報を盗んでしまう、そういういわゆるスパイ行為にこういうサイバー攻撃を使うということが実際に行われています。で今この絵で見ていただくと分かる通り、使っていないパンチを見ているだけでは、このニクターというシステムだけでは何も見えないんですね。ですので今我々は新しいこういった標的型攻撃にも対抗できるような観測分析の仕組みを作っています。はい、それがニルバーナ会という名前のシステムです。ちょっとじゃあニルバーナ会のシステム実際に見てみていただきましょうか。今までのニクタダイダロスと違って、このニルバーナ会というシステムは組織の中の実際のトラフィック、実際の通信を観測しています。今これ見ていただいているのは実はインターネット全体ですねが見えています。全体のインターネットが見えていて、その中を流れているある組織が使っている通信というのを見ています。インターネットの実はこの組織はいろんなところのポイントを使っているので、こうやってインターネット全体でも通信をやっているような様子が見えます。でそのインターネットの各いろんなポイントにこのお花のようなものが咲いているんですけども、これが実はおかしなホストがいるぞ、おかしなパソコンがいるぞという警告アラートになります。では最後にドリルダウン、このアラートの原因を探っていきたいと思います。今一番大きいアラートが出ているここですね、ここにドリルダウン10番というところですに入りました。今10点いくつから始まる IP アドレスの層に入っています。そうするとまだまだアラートがたくさんありますね。ではどれか一つ、もう一つ選んでどんどんじゃあ中に入っていきましょう。はい、今アラートが2つに絞れてきました。で最後、このアドレスのこれ今一つ一つの箱がですね、一つ一つのパソコンに対応してるんですけども、その中の一つのパソコンがおかしな動きをしています。でこの動き何をしているかというと、ブラックリストディステクションとここに書かれているんですけども、実は先ほどニクターで観測しているおかしなホストの、まあ、リストができているんですけども、そのリストとこの、組織の中のパソコンが通信をしています。これ明らかにおかしいことですの でこの組織に対してはアラートを上げるというようなそういう仕組みを作っています。はい、では最後にですね、まあ、今日の僕の、プレゼン見ていただいて、もしかすると誰か一人ぐらいはサイバーセキュリティの研究者になりたいなと思う人がいるかもしれません。でそういう人に対してぜひこの3つのことを、心に留めておいてもらえれば嬉しいと思います。一つは不思議に思うこと、例えばネットワークを使ったりコンピューターを使ったりするときに、ただ使うだけじゃなくて、なんでこのネットワークは動くんだろう、つながるんだろう、なぜこのコンピューターはこんなに早く動くんだろうっていうことを不思議に思ってください。そして次に自分で調べること、なぜじゃあその、早く動く仕組みっていうのはどういうふうにできているのかということを調べてください。本で調べてもいいですし、インターネットにもいろいろ情報があります。あと大人の人に聞くこともいいことだと思います。で最後に自分で考える、例えば自分だったらこういう攻撃方法をしてやろうとか、でさらにその自分の攻撃方法に対してでもこういう防御の仕方をすれば大丈夫だなとか、そういう自分で考えるということをやってみると、きっとサイバーセキュリティの世界が広がっていくと思っています。未来のインターネットを守るのは未来の君たちだと思っています。どうもありがとうございます。